こんにちは。今週も、あなただけにブンブンしてまいります。ぜひ狙いたい、バックアナの話もしていきたいんですけれども、今回もですね、メリハリつけた予想をしているつもりですので、も、え、う、ー、ちょっとですね、もったいつけずに、すぐ、えー、前頭診断出してしまいたいと思います。こちらです。ロマンチックオリアー、ボイッチバブルは、これはですね、結構深い理由があって、あの、双方の見立てとかですね、いろいろあるんで、評価下げた理由、ぜひ、話聞いてほしいんですけれども、まずは、まあ、評価高い馬たちの話からしたいです。セリフォス、ソウルラッシュ。 これはもう、日本の総大将でしょう。いやーもう、自信持って、え押、ー、せる、2頭だと思いますで。まあ一応気になるのは、お天気です。台風の進路次第で、これ変わりそうなんで、そこは、あの、考えつつなんですが、やはり、金土日雨という天気予報のところが多いですからね。まずは、やっぱりある程度雨が降る前提としたお話、ししておきたいと思います。とりあえず、ソウルラッシュに関しては、道割る鬼です。えー、前走もですね、かなり雨の降る中、 お外から凄ままじい足を使って勝ってておりましたルーラーシップの一つの特徴ですね。あの、非常に飛びは大きいんですけれども、パワーがある走法で、雨が降るというのはとにかくプラス。で、セリフォスはその馬を相手にですね、前走もう7分ぐらいの出来で、58キロ、1キロ重い筋量を背負って、不利な、渋った馬場で、あそこまで頑張ってるんで、とにかく日本の競馬、東京マイルでは、 ちょっと隙がない馬かなと。ただですね、ミチュアルになったらガチガチ馬券を買うわけにはいかないと思いますよ。何が起こるかわかりません。えー、極端な馬場になったりしたら、一発狙えるミチュアル爆穴がおりますんで、これ私が非常に得意としているミチュアル予想ですんで、これは激推ししておきたいです。エアロロナとステラベローチですね。今週も来ました。えー、チャンネル変えられちゃいそう爆穴。バクアナ いや本当に変えないでくださいね。えー、これはマジで、えー、来る可能性がある爆穴ですんで、エアロロナの話、辛抱してぜひ聞いていっていただけると本当に嬉しいです。あのー、こういう多分オッズ、あるいはもっと人気ないかもしれないんですけど、本当にですね、人気がなさすぎて買えなかったみたいな話は本当にやめましょう。人気はないほどいいんですから。配当が大きいほどいいんで、 なんか人気なさすぎて、ちょっと手が出なかった。もうそれはもう大矛盾ですから、本当に美味しい可能性があるんで聞いていってください。ただね、ちょっと、これ最後に回しましょう。ステラ・ベローチェの話から、これは、まあ、ちょっと、常識的というか、もうミチ実績が非常に豊富な馬です。まあ単純に不良馬場で重賞2つ勝っていますからね。サウジアラビアロイヤルと、神戸新聞杯。で、まあ、双方的にもですね、 え道割るはうまそうな形してます。まあ、バゴサンクっていうこともあるんですけども、ちょっと体の使い方やっぱ硬くて、首がちょっと高め、足はちょっと突っ張ったような感じで出す、そんなにストライドも伸びない走法で、まあ、うまそうな走法してます。まあ、当たり前の話なんでね、新しい情報じゃないと思うんで、取り上げるか迷ったんですけども、でもね、これはあえて取り上げたいのは、そんなにひどい道割るじゃなくても、やや重ぐらい だとしても、本命にしようかっていう可能性を感じるぐらいに、い素晴らしい馬なんですよ。あの、一言でまとめると、僕はですね、オグリキャップみたいな馬じゃないかと思ってね、えー、らい馬ですね。とりあえず、その単純な双方の評価っていうことで言ったら、まあ、88点制しましたけど、まあ、そうですね、2歳児の時から87とかうん、それぐらいの低評価でした、正直言って。えー、見栄えのする双方じゃないです。いい双方の馬だとは僕。 基本的に思わないんですが、まあ本当にどんな条件でも頑張るんですよ。で、このね、走り方だと、あんまり合理的なあ体の使い方できていないし、ストライドも伸びないし、喫下賞はもう絶対無理だと思いましたね、正直。2番人気とかなっていて、もうしめしめって思ってたぐらいです。ただ結果的に言うと、本当に頑張って、花差の4着まで来たんですよ。これもね、外枠だったんで、ロスの多い競馬だったんで、 まあバテるだろうなと思ってたら4着しかもですね状態は良くなかったと思いますよちょうどその前にですねこの神戸新聞杯の不良馬場を勝ってるんですよでその時一緒に走った馬レッドジェネシスなんかでこれが相当酷な競馬だったんでダメージが残っただろうみたいなことはね言われてるんですねレッドジェネシス菊花賞どうなったかというとですね なんとなんと一番人気になって13着全然走れなかったでモンテディオという間も一緒に神戸新聞杯走ったんですけど3着だったんですけど14着あとセファーラジエルこれも11着でシャフリーアールに至っては喫箇所を回避してるんですねあの神戸新聞杯というのが理由のすべてではないかもしれないですけれども喫箇所いこうか迷ってたのをパスしたぐらいです 相当ダメージがあったはずなのに、この馬は、絶対距離合ってなかったと思うんですけど、4着。ちょっとね、常識では考えられない馬だと思います、僕は。だから、あの、オグリキャップじゃないかと思うんですけど、ね、根性で走る馬だと思いますね。大阪城ステークスの時にも、まあ、これもね、あのー、クッキン園で休養して、どうなのかなって思われていたところ、根性で勝ったと思いませんかね。この直線は、あの、デビットバローズに並びかけられるんですが、 差し返す。金量もずば抜けたトップハンデ。58.5キロ背負って55キロのデビッド・バローズを差し返す。僕は勝負根性だと思いました。ちょっとね、感動しましたね。まあ言ってしまったら、ウグリーキャップもステラ・ベローチェも双方良くはないです。ただ、根性でどんな条件でも走ります。なんで、僕大阪杯の時もちょっと押してたんですけど、これはね、上手じゃない騎乗だったと思いますね。 まずスタートからなんであんなに位置取り後ろになっちゃったかなっていうぐらいに前にまあ入られ入られってこともあったんですけど後ろになっちゃって馬は行きたがってたですよあそれで折り合い書くようなシーンがあってそこでロスあったと思うしそれで道中も外を回る阪神 2000m コースっていうのはとにかく内を回ることが大事なコース。 ユーなんかもね、うちを最後3、4コーナーインベタして指してこれました。で、ベラジオ,オペラなんかも、うち前ですね、あのジェオグリフも、うち前をロスなく立ち回るような競馬。これがセオリーのところですね。道中も、うちに入れなかったし、で、4コーナーもね、打ちつけてさばけた気もするんですけど、強引に大外まで持ってきましたよね。うんそのロスもあって、にもかかわらず最後、一 と目の覚めるような足を使いままししして感動しちゃいいたもんいやーだからこれはすごい馬ですよ。あの内容としても、まあローシャンパークはまあね、なかなか強いけばしたけど、一番強い競馬だったと言ってもいいかもしれないぐらいですね。なのでですね、僕はオグリキャップと思っていただきたい。ツイッターでなんかで話題になってて見かけたんですけど、オグリキャップって安田記念を勝ったそして有馬記念も勝ったこういう馬っていないよねって。まあいないですよ。 唯一無二の存在ステラ・ベローチはですね、まあまあここまで G1 勝ててないですけれどもそういうタイプですね屈拳炎も乗り越えてこういうすごいパフォーマンスをしてきているんで応援もしたいです、うん、実際ほんと可能性がある馬だと思いますね東京マイル、まあ、最近はフジステークスで7着に負けてしまっていたりはするんですがこれでですね適正が ないっていう話には僕は全くならないと思います。この時は、なんと、1年7ヶ月ぶり、クッケン園で長期休養を余儀なくされての復帰戦で、そこでしかも、ダノンタッチダウン、ユニコーンライオン、一緒になってストラベローチェもですね、引っ張ってしまって、かなりのハイペース。完全にサシューマン競馬になりました。そこで、そこで一番粘っていた。 これはもう内容的にも別にそんなに悪くないです。長期給油分けだったことを考えると、検討といっていい部類なんで、東京マイルマテキスは別に問題ない。まあ以前にもサウジアラビアロイヤルも勝ってますからね。なので安田記念を勝ってる可能性も持ってる馬。なので、なんか道悪る校舎ってバレているとか、そういうことは抜きにしても是非、ぜひ、あの、押したい馬だなということで取り上げました。ということで、もう一頭のスーパー爆ナ え、エアロロノアの話をしたいんですが、ちょっとその前にです、ね。ちょっとウィンカーネリアンの話もしておきたいんですよ。すいません、なんかエアロロノアに、えー、もったいつけるわけではないんですけども、ちょっと関連するんで、ウィンカーネリアンの話。これもですね、まあ、評価、かなり高く評価してて、ミチ爆穴として劇場しようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、話が違う。ミチル自体はうまいと思うんですよ。えー、前奏もですね、高松の宮記念。 これ、非常に馬場が悪いところ。で、しかも、内々を回った馬たちがですね、伸びるという、う変わった馬場で、外枠から外を回って、4着に粘った競馬は強かったです。えー、なのでね、道は適性数はあります。まあ、だいぶ遡りますけれども、も以前には、皐月賞で、ね、コントレールの4着なんですけど、これ、17番人気で4着。結構、上がりがかかるところですね。 あのよく粘ったりもしていたパワーのある馬なんで適性はあると思うんですよでさらに展開的にも有利だと思うんですよね行く馬があんまりいなくて胴船と、まあ、パラレルビジョンがいるぐらいでしょうか、えー、この馬はですね多分普通に行けば楽に花切れるんじゃないかっていうのはメンバーなんで展開でもあるミチルでね楽逃げなんかしたら怖いと思うじゃないですか それがですね、意外とそうでもないのが東京コースだと思うんですね。道悪のセオリーって、やっぱり前に行くってことだと思うんですよ。後ろの馬が、あの、差し足を殺されるんで、前に掘りしやすいっていうのがセオリーなんですけど、東京競馬場がね、それはまあ通用しないんですよね。本当の、例えばね、1分38秒台とかになるような、激激道悪田んぼ馬場になったら話別ですけれども、 少々鍋だったらですね、1分32秒台、1分33秒とかいうババだと、刺してこれるんですよね。でむしろ刺しババになりやすい。えー、例えば、えー、去年の NHK マイルカップなんかもですね、シャンパンカラーっていう、あまり力のないものが大外一気とかですね、そういうことがね、起こりやすいんですよ。なのでね、実はそんなに有利でもないんですよね、道割いむしろ両ババで、あるいは、 雨上がりで内側が乾いていく、内延びババンみたいなことになったら非常に怖いと思うんで、えー、A、評価してるんですが、道割る爆穴ってことでは取り上げませんでした。東京の道割るで怖いのは、刺し馬ですよね。で、エアロロノアが怖い。ので、この話聞いてください。やばい。あの、道割る予想家、水前の爆穴、エアロロノアです。まあ、なんといっても、双方が変わっている。 この大外から来るオレンジ色の帽子のこのままですねストライドが伸びない首の使い方が硬い足を置きに行くようにですね静かなフォームで走る豪快さがあんまり感じられないこの奏法でよく芝マイルの1000球、まあ、重症手が届くところまで来たなという地味な奏法のまですねそれだけに やっぱり、両馬場で決めて比べになったら、身を取るでしょうね。うん逆に、道悪になった時の相対的に、こう、プラスに働く加減がですね、一番大きいようだと思いますね。血統的にもそうです。これ、一族がですね、マイルで活躍するんですけど、 双方が地味めというか、まとまり系の奏法なんですよね、えー。豪快にストライドが伸びるっていうような奏法じゃないんですよ。ソウルラッシュとかセリフォスみたいなですね、大きな派手さのある奏法ではないんですね。エアメサイヤの時からそうです。おばあさんのエアメサイヤ。えー、これも週刊誌を買った、あの、すごく瀧豊七がですね、上手に操縦する、もういろんな条件でですね、活躍した、あの、 名品だったわけけですけれどもこれもマイルで、両馬場だとですね、やっぱりちょっとこう爆発力にかける決め手にかけるようなっていう馬だったんですけれども、大箇所なんか4着だったんですけれども、ビクトリアマイル、ちょっと渋ったあ馬場のところで、東京マイルでダンスインダムードの2着してる馬で、その3区、エアスピネルと、東京マイルの不良馬場、富士ステークスで非常に強い、2馬進査、前に行って圧勝している馬なんですよね。ダートでも活躍したりしましたけれども、 芝マイルでちょっと時計がかかるようなところが非常に強いもでしたね。デイリーハイでもやや重で強い勝ち方しましたね。で、エアロロノア自身もですね、僕はあの、道ワルはすごくいいよなっていう、まイメージを持って見てるわけですが、馬柱上はですね、道ワル一度も走ったことないことになってるんで、バレてない。で、全く人気にならなそうなところがいいですよね。 みんなが知ってるようなミチュアル校舎、ソウルラッシュとかですね、そういうの抜擢しても特に意味はないわけですから、このね、バレてなさ加減がいいんですよね。ただ、六甲ステークス、この八ヤ重ヤモで勝った時なんかも、非常に鮮やかな、上がり最速、素晴らしい足で突き抜けていますし、まあ、エプソムカップ、マイラーズカップも悪い競馬ではなかったです。僕はこの双方だったら、ミチュアルの鬼の可能性は十分あると思いますね。今年の マイラーズカップ。これね、全く人気なくて4着に検討したわけですけれども、これも当然で、10ヶ月以上の休み明け、そして去勢して初めてのレース。なのでですね、体重もげっそりと16キロほど痩せちゃっている状況でしたからね。これは、いろいろと難しい状況重なった中での4着検討なんで、もう叩かれて上昇あればですね、やれるんじゃないか。 東京マイル自体は得意にしてるおととしの安田記念なんかもこれ上がり最速使っていますからね32秒6の鬼足を使ってこれはねあのソウルラッシュだとか、えー、セリフォース以上の足は使って飛んできてはいるこれが両馬場じゃなくて馬場湿っていたら馬券圏内はあったんじゃないかなみたいな非常に面白い存在だと思いますね ということで、もうここまでエアロロノアのお話、エラ、エアロロノア、言いにくいですね、エアロロノアの話、付き合って聞いてくださった方は、本当にありがたい。幸あれ。このところもね、10ハッピーローズが G1 勝ちましたし、えー、ランソス・オブ・クイーンも、本当、あわやっていう、激走しました。で、ダービーも、ね、サンライザースっていう超穴馬、欲しい4着に食い込んでいて、いや、本当競馬何が起こるか分かりません。なので、人気がなさすぎて買えないというのだけは、もう本当にやめていきましょう。 誰も注目していないと思いますけれども一発を秘めた馬ということで道悪になったらですよ両馬場きつす両馬場ではこの馬たちを相手にこの双方ではね戦えないと思うんですけど道悪になったら海面にちょっと入れてみていただけたらと思いましたということで、えー、今週はですねなんだかんだ言って、えー、台風の進路次第でいろいろですね評価が変わってくる可能性がありますのでなるべく直前に予想したいですよあそしてですね外国馬2と 評価どうするか皆さん迷われてるんじゃないでしょうかで僕は結構評価を下げるんですけど、その理由の話に手が回らなかったもう次の動画でぜひ聞いていただきたいお話あるんで、次回の本命決定動画でお話します。ぜひ、えー、見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録お願いいたします。えー、あとは、まあ、オンラインサロンとかもやってるんで、そちらもお願いいたします。で、概要欄に 無料メルマガにリンクしてます。全場総合採点の完全版をお届けしますので、よければご登録お願いします。ナルオ記念の方の全部総合採点も配信されます。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。